はい、私は今大阪北新地に来ております。肉料理、創作肉料理が楽しめるということでやってきたんですけども、ですね、看板が見当たらないんですよね。こちらなんですけど、松のマークしかないんですけども、こちらだそうです。早速中に入ってみたいと思います。はい、それでは試食をさせていただきたいと思います。まずこちらですけれども、見てください、黒毛和牛の白いユッケ。白いユッケって皆さん聞いたことありますか？私はないです。真ん中にですね、こうした白あえが乗っているんですけれども、で周りに薬味がね、6種類こう乗っているんですけれども、このおネギとかみょうがとかごまだとかくるみとかもね、こちら薬味についているんですね。ちょっと早速食べてみたいと思います。なんかすごい絶妙なバランスのところに薬味が乗っているのでね、持つのがすごい緊張するんですが、食べてみたいと思います。いただきます。見た目に綺麗なので混ぜるのがすごくいいのかなっていう罪悪感があるんですが、お構いなしに混ぜちゃいたいと思います。くるみの方も混ぜて混ぜて、目に見てもね、鮮やかで綺麗ですし、で味もですね、ちょっと想像がつかないんですけど、ちょっとね、混ぜて混ぜて、混ぜきってないな。よし、いただきます。よしよし、あ、すごい、これは新食感ですね。ユッケって本当焼肉のタレが結構ガツンときてって感じなんですけど、この白いユッケはお肉の甘さと白あえのこの優しさがちょうどいい割合で混ざり合ってます、お口の中で。これはすごく上品な味ですね。ユッケ、ユッケとおトレードも白いユッケ、白いユッケ、まさしく白が生きてます。じゃあ続きまして、こちら和牛のウニキャビア寿司です。ドドン、キラ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 、キャビアがねむちゃくちゃ光ってます。黒いダイヤ、いやその下にウニが乗っているんですけど、これまたね、その下にお肉、そしてお寿司、肉寿司なんでね、ご飯が、酢飯があるんですけれども、では早速食べたいと思います。こちらもね、もう見て楽しめる、もうお皿もすごい綺麗ですしね、では早速食べたいと思います。さあ、すごくもう贅沢な一品です。いただきます。口の中でね、やっぱ海が広がります。ほんのりウニの塩、その海の香りと、まあ、キャビアもそうですけど、なんかね、先ほど食べたフォアグラとトリュフと肉寿司と真逆の味がします。真逆のイメージ、口の中がもう海鮮海です。すごく。ではこちら和牛白タンの昆布締め握りとなっております。ドドン、わあ、この白タンですか、白タンの上にいい感じに昆布が乗っておりますが、昆布締めと伺っております。ちょっとこれは食べてみないと味がわからないですね。はい、やっぱりね、日本料理長のこの匠の技が光ってますよね。ところどころに、お肉を和のテイストに仕上げてくれてます。じゃあいただきます。よしよし、いやー、ほんと綺麗ですね。もう食べるのがもったいないぐらいです。食べる芸術ですかね。
じゃあいただきます。これ柚子かな生姜かな。ではいきます。うん、おー、うん、うん、これはまた爽やか。うん、いや、だしが効いてます。でもね、効いてるんですけど、ほんのり効いてるんで、すっごく食べやすいし、さっぱりしてます。からすき焼きロースいただきます。焼いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。わお、もうこの照りが最高ですね。わーわー、すごいこう、ね、しかもね、無煙ロースターなんでね、煙が出ないし、服にも匂いがつかないんですよね。隠れ家的な空間で、肉が焼けました。じゃじゃんじゃんじゃん。そしてですね、こちらメレンゲと大根おろしと卵黄を混ぜた、ものなんですけれども、で上にトリュフがねふんだんに使われております。こちらお肉をこちらにつけてくるんで食べるそうです。いやちょっとね、これはちょっとね、楽しみですね。どうやってつけようかなって迷ってちょっと考えてるんですけど、じゃもう一気にこうがっつり、あ、いや、これ乗せた方がいいですかね。ちょっとじゃあちょっとこれ乗せてみますか。乗せて食べてみたいと思います。いただきます。なんだこれは。あの、まずもうメレンゲのね、この食感がもうそらね、口に入れた瞬間溶けるじゃないですか。で、溶けたし、一瞬で溶けたと思ったらお肉がやってきたと思ったら、お肉が柔らかすぎて何を食べてるのかさっぱりわからない状態なんですけど、これはちょっとすごい、これはあのね、食べた人しかわからない食感ですね。このメレンゲはね、こうふわふわしてるでしょ。これはもうね、口の中に入れた瞬間溶けるのは分かるんですけど、この下にあるお肉がまたね、メレンゲが溶けるのと一緒ぐらいの速さで口の中で溶けていくんですよね。幸せですね。またお肉にね、このいいタレがね絡まってるんですよ。あ、ちょっとね、トリュフの部分もちょっとね乗せて、いやー、これは本当に降りたての雪、新雪の中にダイブした気持ちですよね。もうパサッみたいな。いや、もう口どけってこういうことなんだなって改めて実感しました。はい、それでは、お店の特徴を伺いたいんですけれども、うちは他にも6店舗大阪で展開している焼肉屋なんですけど、はい、ここは和食の料理人さんたちが入って、他のうちの店とは違う、和食の料理人さんの手の入った肉料理なども置いた焼肉屋です。なるほど。あのお店の外観を見て思ったんですが、あの看板がないんですけど、なぜなんでしょう。はい、あえて今回はなくして、はい、まずうちの、キッシャンというブランドがあるんですけども、はい、キッシャンの常連さんたちから誰かに紹介したくなるようなお店であったり、はい、何かちょっと探しながら来ないといけない隠れ家的なお店を作りたいと思って、はい、あえてマークだけに。いいですね。特別感が増しますよね。そうですね。隠れ家、あの特別な時間を特別な人で、人と、過ごすっていう、そんな空間じゃないかなと思いますが、はい、あの重厚感があって、ザ・日本って感じがしました。はい、お寿司屋さんのような焼肉屋さん、なるほど、ね、こちらのお店の売りの
メニューというかおすすめメニューなどは、まず他の店舗でも人気なんですが、すき焼きロースっていうサーロインを1枚焼くものがありまして、はいはい、でそれを他のお店では生卵で提供してるんですけど、うん、ここは料理人さんたちに、はい、白身をメレンゲにしてもらって、はい、で黄身は大根おろしと合わせた黄身おろしっていうのを使ってふわふわな食感の卵を巻いてお召し上がりいただくロースになってます。その他は何か？その他はお肉のお寿司がここはサイドメニューのメインになるんですが、昆布で締めたお魚とかよくあると思うんですけど、タンを昆布締めにしてしっかり昆布とお出汁の味が乗ったものの握りであったり、まあ最近流行りですけどトリュフとかフォアグラの乗ったお寿司と、これも流行りに乗ってウニの乗ったお肉のお寿司もご用意してます。なるほど。いや、日本の和とそして焼肉が融合した、はい、その特別感あるお店だなと思ったんですけれども、はいはい、どういった方に来ていただきたいですか？まあ、記念日であったりカップルもそうですけど、はい、接待とかでちょっと隠れ家的なお店として紹介していただいたり、はい、なんか大切な人とちょっと静かに過ごせる焼肉屋だとも思うので、はい、誰かに何かを紹介したいときに使っていただけたらなと、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。